中の町線は、かつて、浜松市内の浜松駅から馬込を経由して、中の町を結んでいた浜松電気鉄道の鉄道路線である。東海道の松並木の中を黒煙を上げて走り、火の子が飛散するとして、沿線住民から廃線運動が起きることなどがあった。乗り合い自動車の進出に負け、1937年2月18日で全線廃止された。 バス路線より中の町線の方が運賃が安かったが、バスの方が速度があり所要時間が短かったため、利用者がバスに流れた。1916年4月頃今尾による事業社名等は全線廃止時点、ABCDEFGHIJKL 今尾、鉄道員連邦。明治42年度、鉄道員連邦。明治43年度10月3日、許可。 軌道不設特許権上と、官報1919年10月6日8月23日、届けで、鉄道省鉄道統計資料。対象10年度、鉄道省鉄道統計資料。対象13年度、鉄道省鉄道統計資料。対象14年度、軌道特許執行、官報1925年7月27日、鉄道統計資料。 昭和2年第3編監督、起動営業廃止、官報1937年5月5日。ありがとうございます。